はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回は試練の門ゾーマについての動画なんですが、今回はね何をするかっていうと、ゾーマ討伐の際に無限ループデッキをやる方がいるかもしれないんですが、ちなみに無限ループデッキっていうのがこれで、キャプテンクローとメイダとパラサキスと見習い悪魔と、あとサマルトリアでゲットできるサーイコーを使うことによって特技カードを永遠に使ってくれるんで、いずれ勝つことができると。でオートプレイにすることによって、まあ、勝手に使ってくれるんで、まあ最終的にはそれで勝つことができるといったデッキとなっているんですが、こちらでねちょっとゾーマと戦う際に注意するべき部分があるんで、そちらをちょっと動画にしていこうかなと思います。ということでこちらが現場なんですが、とりあえず今ね手札に無限ループをするために必要な4種類のモンスターとサマルトリアもレベル2になっているので、さあ行こうがこのターンでゲットすることができると。一応ねピオラを1回使ったことによって 1MP 分余分があるんで、まあ、サマルトリアのレベル2の効果を使ってもいけるようになっているんですが、本来だったらね1コス足りないんですがね。でここで、サマルトリアを使うことによって無限ループが完成オートプレイで、本来だったらここで手札が動かなくなるはずなんですが、なぜかピコピコ反応していると。これねもうめちゃめちゃ荒ぶってるけど、なんでかっていうと、これ相手の場面にバラモスゾンビがいるんですよね。バラモスゾンビがいることによって、バラモスゾンビの死亡値効果が相手を1体道連れ死亡させるっていう効果なんで、これのせいでこっちのキーカード、例えばキャプテンクローがやられちゃったらカード引けなくなって機能しなくなるっていうことがあるんで、まあ、どれか1枚でもなくなった瞬間このデッキ、機能しなくなっちゃうんで、バラモスゾンビが先にやられてしまうという未来がある限り絶対に勝つことができなくなってしまうんで、とりあえず無限ループをする際は一旦バラモスゾンビはねもう撲滅してからやらないと勝つことができないよという注意喚起でした。それでは今回はここまで。バイバイ。